お疲れ様です今回は男組の話題を取り上げていこうと思います男組がですね29年ぶりのライブをしましたもともと男組ってのはもう30年ほど前ですねデビューしてジャニーズ事務所初のですね、まあ、純粋な硬派ロックバンドとして出てきたんですけどもなぜかその人気の絶頂でしかも全国ツアーのチケットがソールドアウトしたその最中にですね解散してしまったんですよね正式に言うと活動休止です メンバーーの一人がジャニーズーを解雇されたからなんですよそれから多くのファンがいろんな憶測を呼びましたけどもインターネットの時代に入ってきてどうしてそうなったのかってことが少しずつ分かってきたこととあとはねファンの方がずっとファンでいるってことそしてバラバラになったメンバーの一人一人を支え続けてそしてメンバー自身も俺は男組の メンバーなんだという気持ちをね最後まで忘れてなかったってことなんでしょうねえそして時が流れジャニーズ事務所のジャニーズ北川さんがお亡くなりになったことをきっかけにかどうかわかりませんけどもメンバーが少しずつよりを戻し始めてねそして今回のライブになりました10月はライブを何回かしたわけですけどもその一部にみんな俺たちのライブを撮影していいぜっていうふうなメッセージが出て多くの方がスマートフォンに その融資をね、収めて、YouTube などにアップしてくださったんですよね。客席には、あの木村拓哉さんも来ていたみたいです。ね、6,500人、夢のひととき。いやー、これね、本当に私も感慨深いですよ。記事を読んでいきましょう。29年ぶりに再始動した男性4人組、男組が15日、東京、有明の東京ガーデンシアターでライブを行った。今年7月に再始動を発表した後、 フファンンの前では初となるパフォーマンス会場はすすり泣く声や歓喜の拍手であふれ約6,500人の観客が1時間45分の夢のひとときを過ごした客席には木村拓哉さんなどもいらっしゃったと開幕直前巨大スクリーンに裏舞台の様子が映し出され高橋和也さんもう53歳になるんですよね 岡本健一さん53歳成田翔司さん54歳前田光陽さん54歳さすがにみんな年を取りました当時ね10代から20代前後でスクリーンに出ていたんですけどもねいろんな番組をやったり俳優をやったり映画を作ったりアイドル花組男組なんてのもねレギュラーでやってましたよねえそしてバラバラになってそれぞれが音楽活動芸能活動をやめなかった ここに再結成したわけなんですが暗転して4人が姿を現すと29年ぶりの時を待ちわびたファンが総立ちにメンバーを迎えるたいや私からしてもね奇跡ですよこんなことはもうね再結成が噂されるだけであって何も起きないと思ってたんですけどもでも YouTube で投稿される前田光世さんの番組とかね高橋和也さんのインスタグラムそして岡本健一さんは表だっての発表はなかったんですけどもまあ息子さんがね 金髪先生に出るなどやっぱ俳優業続けていたりとかそして成田翔二さんもライブ放送をやめなかったインスタグラムなどでいろんなね表現をしてくださった中アルバムもね結構ね高値をつけているんですよねいやーなんか万感の思いですね29年ぶりに再結成高橋和也が29年ぶりに帰ってきたぜと開幕を宣言 全世紀さながらのパフォーマンスでタイムゾーンやデイブレイクなど全17曲を歌ったいやーいいですね青春の曲を歌う50歳素敵じゃないですか私は思うんですよあの頃の青春は中断するべきものではなくてもう一回やり直せるんじゃないかなとそんなことをこの音組のメンバー教えてくれたんじゃないかなと思いますえそれぞれねまだ記事がありますんで読んでいただきたいと思いますけども えー、最後グループはデビュー35周年を迎える来年8月まで期間限定で活動する前田光陽はなるべく多くのライブを打つのでまた会いに来てくださいと呼びかけたということで私も行ってみようかと思いますいや男組とってもいいですねではこれからもよろしくお願いします